年明け3日間で期待時給約3500円かける30時間打てた攻略法を全部公開。パチンコで日本一緒に勝つ世界進化をした私からはパチンコ楽しくぬくぬく一覧も買っていく方法を初心者中級者にとってするチャンネルです。はい、どうもコラボです。今日はですね、年明けの3日間で期待時給約3500円かける30時間打てた攻略を全部公開したいと思います。今日なんでこのお話しようかと思ったかというとですね、普段僕が打った機種をツイッターで上げてるんですね。はい、毎回今日はこの機種を打ちましたよみたいな感じで、はい、ただ今回初めてツイッターで機種名を伏せて投稿をしてました。はい、それが、年明け3日間、あ、1、2、3日じゃないですけど、まあ、年明けてから3日間、機種名を伏せてる台がありました。はい、というのも、なんで伏せてたかというと、まあ、僕が打ってる店が結構知られてて、でその僕が打った台が、なんですかね、もうたくさん世に今ある台じゃないんですよ。はい、なのでもうそれを上げてしまったら狙われる可能性があったんで、伏せてました。はい、ただもう完全に釘が閉まって打てない調整になったので、まあ何を打ってたかというのを、まあ、公開しようかと思いました。はい、でなんでこんな3500円、まあ、結構高い期待時期ですね、はい、もう上げることができたのかというのと、まあもうぶっちゃけね、正直もうあんまりない機種なので皆さんが使えるか分からないですけど、はい、だからもしかしたら使えるかもしれないのでね、まあ、参考にな、まあ、もし覚えていただければ参考になるかもしれないなと、そういうふうに思って撮ることにしました。はい、というわけでですね、早速打っていた機種をご紹介したいと思います。はい、打っていた台がですね、リング運命の日 FPWZ という機種でございます。はい、書いてみましょうかね。リング FPWZ ですね。はい、今出てるリングの、2つ前かな、2つ前だと思います。はい、今言うタイムがついてる台がありますけどね、それの2つ前ですね。はい、まあぶっちゃけね、旅打ち中、この1年の旅打ち中に僕が結構打ち込んだ台なんですね。はい、で99分の1のアマデジタイプです。はい、で旅打ち中から、あ、旅打ちじゃないか、去年2020年中に打って、勝った台でも確か8位とか7位とかに入ってた台だと思います。はい、で、この台じゃないですけど、この、まあ、同じ台の29分の1のちょいパチの台があるんですよね。29分の1で、で皆さんご存知ですか、ちょいパチって。はい、まあ、あんまりなんか流行らなかったんですけど、プロとしたらね、めちゃくちゃ美味しい台だったんですね、ちょいパチってね。はい、フリーソロの生地とか、はい、いろいろあって、はい、でこのちょいパチのリング29分の1なんですけど、大当たり出玉のベースが大体200個ぐらいなんですよ。はい、200個ぐらいなんですけど、僕1日で10万ぐらいぶっこ抜いたことあるんですよ。はい、技術会議はもうほぼ一緒です、ほぼ一緒です。はい、でなんでこんなに、まあ、ぶっこ抜けたかというと、もう技術、そうなんですよ、まさに今言ったんですけど、技術介入が相当ある台なんですね。はい、それで、ぶっこ抜くことができました。はい、なので今日は、まあ、その台のどういう技術介入があるのかという、そういうお話をしていきたいと思います。はい、というわけでね、技術介入がどういう技術介入があるかをちょっと書いていきたいと思います。はい、書きました。というわけでね、技術介入を4つ書きました。はい、この4つを1つずつご紹介していきたいと思います。はい、まず1つ目が最速察知ですね。はい、このパチンコを打つとき、デモ画面で、最強モードというのにします。そうするとですね、手が落ちてきたときにもう大当たりが確定するんですね。だけどなんかの右行くか左行くかみたいな画面で、落ちた手は確か、関係ないですけど、まあ、基本的にはそれを除いてるのは、手が落ちた時点でもう大当たり確定というわけで、もうすぐさま止めることができます。打ち出しをね、だったらもう防ぐことができます。はい、なので最速察知ができると、ああいうのが一つです。はい、二つ目がひねり打ちですね。はい、8カウントなんですけど、結構ひねりやすい調整になってます。はい、このメーカー高尾だと思うんですけど、まあ、高尾のこの頃の出てた台って結構ひねり打ちが効く台が多くて、はい、で8カウントなんですけど、まあ6個ぐらいで止めて、まあ5個ぐらいかな、5個ぐらい止めて、6、7単発で打ち合わせて、8個目を弱、8弱で、9、10個目強く出と、ああいう感じで、まあ、2個のオーバーニッシュを基本的には狙うというような打ち方で、ひねり打ちが効きます。はい、まあ、
ひねるちの動画も上げてますので、はい、まあ、気になる方はそちらを見ていただいて、まあ、同じイメージでやっていただければなと思います。はい、で3つ目が戦車歩中の止め打ちです。はい、でこの止め打ちがまあ増えるんですよ。はい、今の台じゃねもう考えられないぐらい増えます。はい、なので皆さんぜひ試していただきたいんですけど、ただね、なんだろう、電柱が比較スルーをね、釘を潰してたりとか、電柱前の釘を、潰してるお店がほとんどです。はい、なのでね、ちょっとね、僕が打った台がね、1回転あたり1個以上増えてましたね。はい、ただね、まあ、そこまで増える店は今は少ないかもしれないですけど、ぜひ皆さんにね、この増えっていうね、味わってもらったらね、それがもう本当、パチンコ楽しくなりますよ。はい、という感じです。はい、で、サポートの止め打ちなんですけど、まあ、すごい単純で、もう開く瞬間、単純だけどちょっと難しいかな。開く瞬間に一番いいのは、弱強強でもう毎回合わせていく。弱強強でハンドルひねって、打つのが一番理想です。はい、一応まあ3回ワンセットなんですけど、まあ、ほぼタイミング一緒なんで、まあ、もう繰り返しと、開く瞬間に、まあ、3個打ち、弱強強で3個打ちというふうに覚えていただければいいかなというふうに思います。はい、ただ、僕が、打った店が結構ね、目視での、止め打ちが厳しいお店だったんですね。はい、なので、僕はひねり加えないで、2個か3個ですね。2個か3個打つっていうのを繰り返してました。はい、それでも十分かと思います。はい、ぜひやっていただければなと思います。はい、というわけで4つ目のご紹介をしていきたいと思います。4つ目が左右振り分け打ちでございます。はい、これ何かと言いますとですね、はい、まあ大手打ちと、まあ、電鎖ここ開く時はですね、基本的には右で消化しますよね。右打ちをして、はい、それを左に打つんですよ。左に打ってへそ保留を溜めとくと、はい、そういう打ち方でございます。はい、でこれが 右に打ってスルーに入るとですよ、電鎖ポが開くじゃないですか。わかりますかね。開きますよね。でそれ開いてる間に左に打つので、その電鎖ポを受け取りながら、電鎖ポが真下にあるので、へその下にあるので、電鎖ポで球を受け取りながらへそを溜めておくことができると、はい、そういう技でございます。はい、なのでね、へそ保留が何個空きがあるかっていうのをね、まあ、セグ見れば分かるんですけど、セグを見るか、頭で覚えておくかしといて、残ってるのを貯めておくと。はい、そういうわけでございますね。はい。で、ポイントが、僕はですけど、電鎖ポが終わる5回転までには、もうへそ3個ぐらい貯めておくと。で、残り5回転ぐらいになった時に、もう一回改めて左打ちをして、へそを溜めておくというふうに言ってます、僕は。はい。なんでこう打つかというとですよ、大当たり中にひねり打ちして、左打ちの球がミスって、左に行くことあるんですよね。はい。左に行ってへそに入っちゃう時もあると。はい。いうことで、残りの5回転ぐらいまでは、まあ、まあ、3個へそを溜めておくと。そういう打ち方をしてます。はい。よろしいでしょうか。はい。で、左右振り分け打ちの、まあ、ポイントをちょっとお話していきますね。これはちょっと難しいんですけど、基本的にはサポ止めのこのリズム、2、3個打つと、開いた瞬間に2、3個打つっていうリズムを忘れないでください。はい。で、ストップボタン、親指でストップボタンを押すと球が出なくなりますね。で、ストップボタンを使わないです。ストップボタンを使わずに、左に打つ。左に打って、で、この開いた瞬間2、3発っていうのも、そのタイミングで右にあると。はい。で、こうやって回し続けると。はい。まあ、ぶっちゃけちょっと目立っちゃうんですけど、まあ、なるべく目立たないように、強さを大きく入れ替えたりとかしないとか、まあ、ちょっと工夫しながら打っていただくのがいいかなと思います。はい。これちょっと難しいんですよね。これもし、ですよ、需要があればね、まあ、もうあんまりないラインなんですけど、動画撮っていきます。左右振り分け打ちと、サポ止めの打ち方と、ひねり打ち、リングのね。はい。まあ、5人ぐらいですかね。5人ぐらいコメントで見たいですっていう方がいれば、ちょっと動画撮ってきますけど、はい、そんな感じで、止め打ちを駆使していただければなと思います。はい、よろしいでしょうか。はい、というわけでですね、最後に、期待値を算出するとというテーマをお話ししたいと
思います。はい、でちょっと完璧させていただきますけど、こちらのね技術介入を全て駆使します。はい、で全て駆使して僕の台がどうだったかってちょっと書いちゃったんですけど、さっきラウンドベース約107ありました。はい、これラウンドベース何かと言いますと、1ラウンドあたりどれくらい球が取れるかという感じなんですけど、今回は連鎖ポ中に球が増えたっていうのを入れてます。連鎖ポ込みのラウンドベースで、僕は1ラウンドあたり107個取れましたという感じです。はい、まあ、ちなみにですね、まあ僕じゃない人が打ってるのを見てたんですけど、はい、僕じゃない人が打ってるとラウンドベースが65でした。はい、なのでいくら 1.7 倍ぐらい僕はこの技術介入を駆使することで一般の方より多く出玉を取っていたと、はい、いうわけであります。 1.7 倍ってすごいですよ。はい、そんだけ玉が増えちゃうということですね。はい、しかも僕へそ溜めてますからね。その人はあのへそ溜めてないし、普通に当たってへそ消化を 見届けて席立ったりとかしてましたけど、僕はそんなことは絶対しないので、へそを溜めつつラウンドベースを普通の人に 1.7 倍多く取ってました。はい、で計算します、計算します、戻ります。へそを消化2、消化、まあ1でいけたっちゃいけないんですけど、まあ消化2と、へそ消化2と仮定します。へそ消化2を消化して余剰を5個残すと、電柱5個残して終わるという計算ですね。はい、でこれネットだとですね、だいたいボーダーが18って書いてあることが多い台です。はい、18ぐらいって書いてあります。ただ僕がこの台打ってラウンドベース107あると、この計算算出するとどれぐらいになると思いますか、ボーダー。はい、正解です。正解なんと 14.8 です。ワオワオワオっていう効果音を言ってください、これ。はい、14.8 まで落ちます。はい、まあ、ぶっちゃけもう本気出したらもうね110ぐらいいってたかもしれないですね。あの左右振り分け打ちやってっていう感じで、左右の左右の弱強強ひねりで合わせていったらみたいな感じでやったら、107だと 14.8 です。はい、よろしいでしょうか。で僕の台なんですけど、おおむねなんと25回回ってました。1000円あたり25回。はい、25回で時速150回回せると仮定します。で 3.63 円効果のお店に行って持ち比率 100% です。初玉サイクル無制限で打てるので、はい、そうすると期待時給いくらになるか、3700円です。3700円。はい、なのでまあね、まあ24からちょっと落ちる時もあったんでね、3日間って24からまあ25ぐらいだったので、まあ3500円ぐらいですね。25回待った時は3700円取れてたと。はい、そういうわけですね。それを30時間打っていることができたと、もうまとめに入ってますけど、はい、という結論ですね。はい、まあ美味しすぎる台ですね。なのでね、もうまあここまで美味しい台になってるかわかんないですけど、まあ要するにまあかなりチャンスのある台なのでね、まあ、もしチャンスがあればね、まあ、年内でね検定切れちゃう台なんですよね。あ、なんですけど、ぜひ皆さんトライしてみたらいかがでしょうか。はい、そんな感じでございます。はい、なんかご質問とかあればね、ちょっとコメントいただければなと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。